バテレンさんの神様なんかに負けない。さだいてキリシタンの掟を破って神を捨て私の御座を取って。私ロベ高原と申す者、勝手ながらお近づきになりたいと存じまする。お願いでございます。御家様に一目見ていただきたいもの。お世話は取らせませる。どうぞお聞き届けの方に。心にかないませぬか。丹精込めたつもりではございますのが、何せ偉人の像は初めてなので、どうしても魂が通いません。あなた様ならばそのお姿をお見かけして、サンタマリアの御心に触れることのできるお方だと。そのような心持ち合わせてはおらん。やはりキリシタンでなければゼウスの神の魂はわからぬものでござりまするな。ロベ高原思い上がっておりました。お父っつぁん、はっ、死ぬぜ。やはりその方、いいえ、お父っつぁんキリシタンなどではありません。黙れ。お上御用の息子を叱りながら、かようなご近所の可能となれば、その千万。お父っつぁん、やはりキリシタンの塊か。いいえ、その方は決してそのような。怪しい、怪しい、捕らえろ。いいえ、その方は神を撃て。向かい出すと容赦せんぞ。
誰に頼まれて偉人の像などを作った？あ？まさかお前の一存ではあるまい。よくしぶといやつ。やはり貴様キリシタンだな。では頼んだものの申し入れ。身の証が立たねば娘も同罪とみなされるぞ。お父っつぁん、京四郎はキリシタンの攻めくとやらを我が身で確かめてみる気でここへ来た。転び果て連の子に生まれ、転び果て連の子を産んだ母への思いが京四郎を駆り立てたとも言えた。だがいくら我が身を痛めても、それは所詮ただの拷問でしかなかった。お前はなぜ耐える？私は仏像師でございます。私を見込んでくださった方を裏切るようなことをしては、二度と御仏のお姿など惚れません。娘はどうなろう、人の親とはそれほどむごいものか。娘は可愛い。私とて誰よりもそれは。母親を亡くしてからというもの、嫁入り話にも耳を貸さず、私に尽くしてくれた娘でございまして。私だけではない、キリシタンの方々はみんなこのような思いを。今なら私はあのサンタマリアの像に魂を、デウスの御心にかなうような仕事ができる気がいたしました。できる、今なら必ず大方さんもきっとお喜び。私にも言えぬか。お武家様には隠し立てはいたしません。そのお方は御三家水戸藩の朝姫様には、お越し入れの前からお引き立てをいただき、私が将軍家の御用を申し付かるようになったのも朝姫様のおかげでございました。何者じゃ？眠り京四郎と申す。ただいまキリシタン牢より抜け出してまいった。皆の者、下がりや。姫様、そのような様は。はよ行け、はよ。何用じゃ？宇部高原が捕らわれた。高原が？まことか？
まさか見殺しにはなさるまいな。十郎さん。水戸藩江戸家老菅野十郎左衛門でござる。ただいまのお話、身共が受けたまわりましょう。いいえ、この始末はわらわがつけます。それはなりません。奥方様にもしものことがあれば、国元の殿に対して申し訳が立ちません。もう手遅れじゃ。高原親子を見殺しにしたとあってはデウスの教えに背くことになります。デウス、ご返事いただこう。高原親子の身の証しはこの朝姫が誓って引き受けます。ご安心なさい。その言葉しかと受けたまわった。ただいま、寺社奉行堀田殿に会うてまいりました。それでお奉行は何と。万事奥方様の仰せ通り、路部高原親子は直ちに放免されます。ご苦労であった。しかし奥方様、いかに将軍家のご息女とは申せ、キリシタンが天下のご法度、堀田殿も心を痛めておられました。わらわも覚悟はできておる。どのような仕置きも受けるつもりじゃ。奥方様にはなぜ、どうしてキリシタンなどに。わらわは上様の28番目の子じゃそうな。将軍家の子といえば人も羨むものだそうじゃが、わらわは親の情けも人の幸せも知らぬ。水戸家へこし入れしてからも同じであった。わらわ自身ではどうにもならぬ定めを救ってくれたのがデウスの教えなのです。デウスの教えがそれほどまでにありがたいのでござりまするか。ならば私めにもお教えくだされませ。そなたに。嘘偽りではござりません。この度の不始末は江戸家老の落ち度。このまま生きて殿に申し訳が立つとは思うてはおりません。ならぬ、さようなことはそちのせいではない。お気持ちは嬉しゅうござりまするが、武士には武士のけじめがござります。ただ根性に別れを告げます前に、奥方様がさほどまでにご信心あそばしたデウスの教えとやらを知っておきたいのでございます。この十郎座の最後のお願い、お聞き届けくださりませぬか。この身を凶悪より逃れさせたまえ。
アーメン。サンタマリアよ、死後の万女寿司よ、我が名のベアトよ、ドミヌス・フォビスクーン。In nomine de Padre, et Filitus, et Sanctus. Amen. Gloria de Padre, et Filitus, et Sanctus. Amen. あれは異国人。あの方は、デウスの神が日本に使わされた尊いお方なのです。わらわはあのヨハネス様に教えを請うて、救いを賜ったのです。Et cum spiritu duo, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Amen. だましおったな。見とけ、ご安泰のためでござる。ごめん。なぜ殺しました？あなた罪深い方です。我が主デウスの救いを。これがデウスの神の恵みか。我が主キリストも苦難に遭い再び蘇られた。ミラも同じです。そしてそなた一人生き延びる。それが神の御心であれば。表に役人が待っている。そなたの神の御心を問うてみるがよい。
ごめん。これもだ。あのバテレンに身を任せ。お前の親父がキリシタンとは言わん。だがあのようなご禁制の観音像を作ったからにはキリシタンと見なされてもやむを得まい。あのままではお前の親父は打ち首だぞ。親父を生かすも殺すもお前の気持ち一つ。なあ、おつや、思い切って身を任せ。親あっての娘、父の命を守るためにミサオを捨てても、誰も咎めはせん。むしろ喜ばしいことではないのか。おつや、拙者がこれほど頼んでいるのがわからんのか。それでも貴様一人ほら。の神とやらがついていながら川家には勝てぬか。あなた心の中に優しいものあります。きっと救われます。救いなどいらん。なぜあなたの顔を寂しい孤独不幸他の誰よりも苦しんでいます。なぜ我が主イエズス様も他の誰よりも苦しみました。あなたこそ我が友です。迷惑な話だ。あなたのために祈ります。他人のことよりそなたデウスの掟とやらに背かぬ自信はあるか。では、そなた自身の心と体で信仰の力がどれほど強いか私に見せてくれ。この一杯の水が頼みたいだ。今夜からこの娘が貴様と一緒に寝る。
酒もある。飲みたいだけ飲め。娘もだけ。我らが国の女はいいぞ。注文改めの南蛮製薬だ。よく聞け。私義バテレンにてござ僧らえども、この度ご法度により転び申すこと疑いこれなく候。この後は仏門に帰依し、松代キリシタンに立ち返るまじく。娘を出したら血判を押して差し出せ。バテレンさん、私を抱いてください。お願いです。こんな恥ずかしいこと何度も言わせないでください。神の子です。私はお父さんの子です。私の水を取ってくれなきゃお父さんも私も殺されてしまう。バテレンさんが私たちを殺すことになるのよ。バテレンさんの神様ってそんな無効人なの？インノメデフィリプスエッサントスエスグロリア。キリシタンでも何でもない、ただバテレンさんの彫り物をこしらえただけなのにキリシタンにされてしまったのよ。それでもそれでもお前さん平気なの？エッコムスピリトゥトゥオーエッコムスピリトゥトゥオーエッコムスピリトゥトゥオーエッコムスピリ。バテレンさんの神さんなんかに負けない。Thank you.
転んだ、転んだ。バテレンが私を抱いた。これでお父さんが助かる。お父さんが助かる。髪を下ろして知らぬ顔か。無礼な、何者じゃ。高原は死んだ。しばらくのご猶予、皆様は下がってください。そなたも地獄へ行くことだ。待たれ。この度のことは奥方様には罪はない。この身の者が全て寺社奉行と相はかって進めたことでござる。奥方様はすでに仏像に入り、犠牲となった者どもの霊をこの寺で供養なさるつもりでおられるのじゃ。つまりは闇から闇、そして水戸藩は安泰というわけか。さよう。奥方とて将軍家のご息女なら。言うな十郎だ。
もうよい、下がっておれ。眠りだろう。気が済まねば、この首を。に死ぬことだ。何をする、何をする、やめ。品川の三文女郎なんか足元にも及ばない弁天様が、あの古寺に転がり込んできてよ。祝詞をあげて。祝詞と言ってもな、こっちの方なんだけどよ。いや、なに、これをあげて抱き立て祀るんだそうだ。そいつが本当なら逆立ちして富士山のてっぺんまで登ってやろうって、まぜ返してみたもんだが。お前そりゃどうも前つばもんだぜ。こんばんは、マリア様。今夜は4人、ロレンソ・セータとアントニオ・モッシとペトロ・サクムロとジュアン・キューベでございます。何卒よろしゅう。デウスよ、マリア様、ありがとうございます。マリア様、デウスよ、サンタマリアよ。デウス様、ありがとう。どうも。立ち去れ。余計なことしないでください。私が選んだ道です。ほっといてください。このマリアの像にお父っつぁんは心を通わせてしまった。でも死んでしまった。私がミサオまで捨てたというのに、お父っつぁんを殺したのは、この人なんだ。私許せ。だからこの人の見てる前で、うんと汚れて、この人も汚してやるんだ。死んだわ。私の気持ちなんかどうでもよかったのよ。デウスの神が本当に人を救えんなら、こんな私を見て黙ってないはずよ。私見届けてやるんだ。自分の体で。何を答えてはくれない。デウスの神がそんなに卑怯なら、うんと笑って、うんとよこしてやる。役人に捕まったって、あのバテレンみたいに転ばない。
私の位置を見せてやる。美しい女子だ。どうしてキリシタンなどに。きっと悪魔が取り付いたんじゃ。あれほどの女子なら俺も取り付けてみたい。バカ、神に聞こえてみろ。お前も火あぶりだぞ。京橋仏像師路部光源が娘ツヤ、この者御法度のキリシタン宗旨にてマリア観音像を所持して乱れにおらしを唱えさせ、世を惑わせた異端の隣、改春の勧めにも従わず、滅び申す見込みこれなく、よって見せしめのため江戸引き回しの上、火あぶりの刑に処する者なり。はじめ。恩主ゼウスキリスト、サンタクルスの名において世界を救いた王によって苦行礼拝し奉る我らが咎を許したまえ。恩主ゼウスキリスト、サンタクルスの名において世界を救いた王によって苦行礼拝し奉る我らが咎を許したまえ。恩主ゼウスキリスト、我らが咎を許したまえ。ゼウスの神よ、安らかに天国へ導き出す。ゼウスの神、安らかに天国へ導きたまえ。ゼウスの神、違うんだ。安らかに天国へ。助けてやってくれ。マルコか、違うんだ。やつまで、この女、違うんだ。やめてくれ。この女、この女を助けてくれ。違うんだ。何をするか。助けてやってくれ。京四郎はお通夜の姿に初めて神を見た。我が身を苛み命を絶ってなお神の証を求める、その姿こそ京四郎には紛れもなく神といえば、だが京四郎には求める神はない。一切の神に背を向け、無頼の闇をただ彷徨い歩き続けるだけであった。雨が降る、風が吹く、花が散る、人の命も散ってゆく、見知らぬ国の傲慢な姫君が京四郎への欲情を断ち切られて怒りと憎しみの夜叉となる。次回眠り京四郎にご期待ください。